はい、皆さんこんにちは。今日も始まりますね。ちょっとまだバタバタしてますので、ポスターもちょっとまだね。まだですね、はい。今日はですね、ちょっと待ってくださいだって、はい。今日はMC としてですね、はい、フィリピンの方で、はい、前回ちょっとゲスト出ていただいたんですけれども、アイリンさんをお呼びしてますので、はい、ありがとうございます。もうちょっとこっち来てください。はい。真ん中に映らない。あ、そうですね。はい、なんかすごいはずで。まあタイトル候補からいきましょうか。それではですね、今日もですね始まります。土曜の正午はあなたが主役。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アイリンさんにちょっと簡単に自己紹介をしていただきますので、はい、どうぞ。はい。だからご存知の人もいっぱいいると思いますが、はい、私は日本人でないですけど、はい、フィリピン人なんで、はいはい、でも日本の長さでやっぱり心も体も顔も日本人になって、はいはい、日本人になりました、はい、でいろいろもね日本のことはいろいろやって、はい、もうだいたい詳しいこともいっぱいあって、はい、みんなのみんなのおかげで本当に日本人みたいな形で、はい、何言ってるかよく分からないです。分かんないですね。まあとりあえず、ね、とりあえずせっかく、はい、フィリピン の方が MC やっていただけるのでですね。はい、初めてですか。初めてですね。あ、そうですか、ね、よろしくお願いします。国際色豊かになってますですね、はい、この間ゲストでインドの方も実業家の方も見えてそうですね、今日はね、フィリピンのこともですね、いろいろ聞きながら、はい、番組を進めていきたいと思います。はい、あ、もうちょっとこっち来ていいですか。はい、なんだかもともとさ、はい、で、エリンさんは日本にどのくらいになるんですかね、はい、うわー、そういう年を計算すると、はい、なんか年も分かっちゃうんですね、はい、30年ぐらいですね、ここにいますのね。日本語はある意味独学みたいなことですか、ね、日本語もね、三十年寝てもね、なかなかうまくいけないんですよ、はい、だからまあ学校を作った時って、はい、日本語の勉強して、はい、そうですね、皆さんそうですよね、はい、で30年前っていうとやっぱりこうお店のタレントとして来られたんでしょ。そうですね、はい、歌手で来たんですけれども、はいはい、でもうん、まあちょこちょこと歌ったんですよね、はい、まあ、頃ね、30年前というとやっぱり結構フィリピンパンがかかりましたからね。そうです ね、特にここは台東区なんで、隣のね墨田区には錦糸町というこう繁華街がありまして、はい、ものすごかったですよ、その頃ね。すごい、みんな流行ってたんでね、昔は ね、今と違って、まあ、本当に朝の4時5時までこう人がねいっぱいいましたからね。はい、朝まで ね、すごい電車を待ってて、本当ですよね。最初の電車を待ってて、今なんかもう誰も歩いてないですよ。夜のもう10時過ぎになるともう歩いてないですからね、はい、ものすごい様変わりしてますよね。いや、まあ、これ変わったですね、コロナの影響があるんですけど、うん、時代が変わったね。変わりましたね、本当に寂しいね。もう今フィリピンパンなんてあんまりないでしょ。ないですね、はい、で、一時フィリピンパブは本当にもう若い子ばっかりです、うん、そう、若い、まあ昔はね、タレントが、はい、歌手とか、はい、はい、踊りの人が、そうですね、でみんな、そう、みんな呼ばれるんですけど、今はちょっとできないね、うん、もう今はその人たちがもう少し年取って、それで僕ら、ね、日本人と結婚して予測はしてたんです。そうですか、はい、もうある時期に来るとですね、もうタレントとして来れなくなったので、はいはいはい、きっとね、日本人と結婚される方って多かったんですよ。で、やっぱりね、やっぱり日本の国籍、ね、ね、で子供がね、また今は言われて、はい、なんかね、日本とフィリピンのハーフになって、ジャンピーナ、ジャンピーノ、ジャンピーナとか、ジャンピーノね、いっぱいいるんですよね、今はね。これね、皆さん、日本の方あんまり知らないですよ、普通に。知らないですね、はい。もう本当にいっぱいいますからね、それがもうフィリピンで孤児みたいになってるでしょ、あれ。はい。大変なこれ問題ですよ。いや、まあ日本人と結婚して日本で生活してらっしゃるフィリピンの方、まだ全然恵まれてますよね。はい、そうですね、でも社長は昔はね、はい、タレントだけが結婚してるんじゃなくて、やっぱり日本人の田舎の方で、例えば山形の白州の人とかさ、はいはい、みんなはね、フィリピンの嫁不足ですからね。嫁、そう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 、はい、みんなやっていて、はい、
やっぱり長くいられない人もいるし、はい、やっぱり畑で働くのがあまり良くないみたいなんで、結局日本のこと全く分からずに来てますから、はい、それでね、まあ僕結構夜の街とか知って、ね、知ってるんですよ。っていうのは、あの僕のまあ仲間と言いますかね、はいはい、あの、うん、プロモーターやってたんですよ。あ、そうですか、うん、でフィリピンとかロシアとかいっぱい行ってて、はいはいはい、タレントを全部呼んでたんですよ。あ、すごいですね、うん、だから1ヶ月にね。フィリピンも行ったことあります？僕は2年前ぐらい。あ、すごいですね、最近だね、コロナの前で、ね、だってその頃行くと怖いもん。そうです、ね、うん、もうあの皆さん聞いてらっしゃる方、あの嘘じゃないですよこれ、はい、もう本当にね、フィリピンへ行って、今は別ですよ、もう30年40年前なんか行くとですね、はい、ホテルの外に出られない、はい、要はですねガードマン雇うしかないですよ、はい、でなんでかっていうと本当に街の中で平気で銃撃ってますから、はい、本当にガードマンを雇って、その方たちがピストルとかマシンガン持ってるんですよ。怖い、怖いですよ ね、日本人それは慣れてないよね、うん、びっくりするかもね。どっか例えば観光を巡りする時でもガードマンを呼んでタクシーに乗って、はいはい、そいつらと一緒に行かないと何されるか分からない、はい、気をつけてくださいね、みんなさん行くとき。あの一番あれだったのはですね、フィリピンへ行って信用するなという人たちっていうのはフィリピンの警察だったんですよ。あ、はい、警察が一番たちが悪かった、うん、あ、うん、警察もね、すぐホールドアップでお金を取っていく、うんうん、それがいいか悪いか別にして今の大統領、うんうん、そう、今の大統領、そう、はい、デドルとなってやっぱり、うん、あの警察とかですね、軍の、 あの人たちの給料をですね、本当に2倍とか3倍に上げちゃったんですよ。そうですか、うん、私それは知れません。あ、そうなんです。そこで働いたことないからね。そうなんです。そうするとですね、悪いことしなくなったんです。おで3倍ぐらいの給料になって悪いことすると食い切られちゃうじゃないですか、うん、そうするともう食っていけなくなるんです、うん、で3倍ぐらいになるとですね、やっぱりねちゃんとやるんですよ。そうすると僕2年前に行ったんですけど、うんうんうん、聞いてた話と違ってですね、綺麗なんですよ街も少し、うん、昔はですね、例えば歩道をゴミだらけ、ああそうですね、歩けなくてですね、あるあの歩道を歩けなくてですね、そうそうそう、車道と車の間をすり抜けて歩くような感じです。あるね、はい、ほんとね、もうあのマニラってトンドのところがあるんでしょ、はいはい、それでゴミの、そうなんです、すごいんですよね、今もないです、はい、多分はあの場所を、はいはい、変わって、はい、違うところ少しぐらいの田舎ところに行ったんだけど、はいはい、それもゴミでね、本当にもう子供いっぱいいるでしょ、わかるでしょ、はいはい、子供いっぱいそこで、あの薄暗いもんね、ね、みんなスラム街っていうのはね、拾って、はい、あの食べ物も、はい、金持ちの人の、はい、食べ物をそこみんなポンポンポンだって歩道にね、はい、平気でみんな寝てますから。そうですね、ほんまあそれだけ気候もね、あったかいんだよね、うん、まあ、で今はやっぱり本当にね、皆さんこれからフィリピンってね、はい、いいですよ、はい、気候もね、はい、温暖で良くなりますように、本当にあのすごい綺麗なところもありますので、そう、綺麗なところもいっぱいありますよ、ね、世界遺産になってる教会もマニラにあります、うん、そうですね、はい、あの後半に僕が写真撮ってきたやつをどんどん流していこうと思うんですけど、そう、流してください、見せてください。アイリンさんから写真送ってもらったやつをちょっと今、はい、10点ほど流しますので、はいはい、ちょっと説明してもらいます。これは、あ、これはね、はい、これフィリピンプラザってね、はい、ホテルですね、これね、はい、ホテルなんで、いいこの場所というのは、はい、昔は海なんです。あ、海、はい、でそれで土地を埋めて、はい、それでそのホテルを建てた。なるほど。それであのそれをね、プロジェクトということはあのなんかエメルダ・マルコスって、はいはい、前の大統領の、はい、あのフェルディナンド・マルコスの奥さんが、はいはい、あのこれをあのプロジェクトをやってくれたんですね。で、すごいこのフィリピンプラザは有名な場所で、有名なホテルなんで。高いんだろうね。高い高いです。はいね、どんどん写真をちょっと、はい、これは、はい、これはね、PICC というのそこでね、はい、あのフィリピンインターナショナルコンベンションって、はい、あの、はい、場所で、あそこでみんな、ここ世界の会議とか、そうそう、みんなの会とか、はいはい、フィリピンの会もそこでやってくれますね。はい、はいはい、どうぞ、次は、あ、これは、これも次は、どこで、フォークアーツチェーターかな、これをね、あの、名前が見えないんですけど、はい、まあ、どんどん、まあ、そこのところで、そのレクレメーションエリアってね、はい、これもね、レクレメーションエリアでね、まあ、バハイコボって感じで、はい、あの、そこでいろいろ、あの、アトラクションも、はいはいはい、観光の、
あのところみたいなので、はい、じゃあみんなは外国人が来るときはすごい綺麗だねってみんなすごくあの昔は海だったのに土地になっていろいろこういうとこをねやるんだな。すごいですよ。どうぞ次はこれ名前が出てタグハランバラグタシテ、これはねタグハランバラグタシテ、あのみんなが大会をやるときなんかこれスピーチみたいな。ああなるほどなるほど、はいはいはい、あの伸ばしようなんで、はいはい、そこでやりますのね。はい、これはこれはねコルチュラルセンターっていうのあの文化会館です。はい、これはフィリピンの文化会館です。はい、もう私もこっちでね働いたことあるし、なるほど、少しねあのやっぱりあなんだっけあのアシェレッチョのだからそっちねなんかねあの外国人のショーがやるとね、うん、まあ、やっぱり、うん、アメリカから、はい、例えばサミー・デイビス・ジュニア昔はね、はい、レイフ・ガリとかねこっちであのショーをやるときは、はい、私もアシェレッチョで、はい、あのお客さんの連れてきてどこかの席をねあの案内してそれでやってたんですよ。はい、もうないかな写真を撮り上げる。あらもうないかな、はい、あります、まあ、前半はこれで、はいはいはい、まああの今のところはねまあなんかツアーなんかで行くとツアーの中にクリーン組み込まれてるのかな、はい、僕が撮ってきた写真は本当マニラの中ですから、はいはい、これはまたこれで面白いですね、はいはい、面白いですね、はい、でせっかくね本当にもうアイリーンさんが MC やっていただけるのでフィリピンのことをねどんどん紹介していければとね、うん、はい、まあしばらくもね、あの日本長い30年ぐらいですから、はい、やっぱりあのフィリピンもたまにしか書いてないんで、はい、新しいのがどんどんできたみたいなんですね、はいはい、また新しいのね、はい、それもねまたしばらくぶりでまた行こうかなと思って、はい、それで、うん、あの見たいなと思った自分の国、まあ自分の詳しいことわからないとちょっと僕調べたんですけどね、はい、この今月の12日、はい、にあの発表されてるんですけども、あ、はい、日本人はフィリピンの国から見て、うん、非常にこうコロナに関しては、はい、もうあのリスクが少ないということ日本がリスクが少ないということ、はい、だから発表されて、うん、今月の16日から30日までは、うん、日本人がフィリピン行くとですね、うん、本当ホテルに閉じ込めしてさせられるじゃん、はいはい、それがなくなりました。14日間かな、なくなりました、うん、16から30までですよ、あ、はいはいはい、期間限定で、うん、大丈夫ですね。コロナを2回接種した人は大丈夫、うん、あ、そうですか、うん、2回で、うん、コロナ接種してない人はですね、ダメ、3日間ぐらいかな、あ、3日間、3日間だったと思いますね、あのステイされるんですよ、うん、で今ほらあの海外行く時には、うん、あのビジネスマンでもあれ、うん、なんコロナパスポートっていうのをもらえるんですよ。ああ、そう、あるある、うん、あります。私取った。はい。うん、それをそれを持っていかないとダメです。証明するために。でもそうですね、はい。持っていかないとダメですね。はい、でもあのやってない人っていうのは、例えば日本人がね、はい、あの、うん、注射はやりたいこない人いっぱいいるんでね、日本人は。でそれどうしたらいいんですか。それはだから行ってもですね、何日間か止められる。でも入れないってことはないよね、はいはい、入れる。ただ日本側がですね海外から戻ってくるじゃないですか、はい、日本人が、はい、日本へ、はい、そうすると日本がやっぱ厳しくてですね、ま、厳しくなっちゃうね、うん、やっぱり何日間か止められる。日本人でも、はい、そうです。いや大変だ。だからあの外国とは相互関係があるのでね、はい、やっぱり日本がもっとなんていうの緩くなる、海外から来る人を、はい、あの本当にステイしなくなれば海外もどん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 ステイしたお互いこうね、はい、ありますからね。そうですね。ただもう世界中が日本の感染者の少なさにはびっくりしてますので、ね、しないと本当につけて、はい、本当に本当にねびっくりしますよね。ね、はい、私問題があるのよ。私のもうあの、はい、私も娘がいるんで、はい、あの24歳になったんですけれども、はい、なんかねもう早くあのなんかワクチンの、はい、やりたいこないんですよ。一回もやったことないからどうしようと思ってんで、はい、でも娘さん某テレビ局にいるんでしょ。そう浅いテレビで勤めてるんですが、あのごめんね言っちゃった、すいませんでした、本当に怒られちゃうよ娘にさ、怒られちゃう。そういうとこはあれじゃないの、ペラペラ喋ってるなって言われちゃう。ワクチンを人の話を聞いてくださいね。はいはいはい。そういう会社ってほらワクチンはある程度こう強制的にしなくちゃいけないんじゃないの。大丈夫な、うん、なんか大丈夫なの。いやあの自由でって言ってたんで、はい、なるほど、やりたくてもやらない人でも、はい、大丈夫なんですけど、はい、まあまあね、若い女性の方がやっぱ多いですよ。
あ、はい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 、俺がやらないのね、本当どうしたんだろうって。まあそれはね、そんな強制できるもんじゃないんでね、まあしょうがないっちゃしょうがないです。しょうがないね、本当にね。ただ海外で仕事なんかする人はやっぱりね、どうしても、うん、あ、そうですね、やりたくなくてもやってる人は結構います、はいはい、僕の仲間もそうですよね、はい、毎月こうベラルーシとかヨーロッパ行ってる人間がいるんですが、彼は打ちたくないって言ってたんですけど、向こうが受け入れてくれないので、この間打ちましたね。そうですね、はいはい、それではですね、今日はですね、はい、アイリーンさん、はい、ゲストをお迎えするんですが、はい、アイリーンさんの先輩の方になった。そうですね、はい、歌の先輩なんですか。歌の先輩でもね、お世話になった人で、はい、本当に昔から の、はい、あの歌手なんでうまいんですけれどもね、はいはい、じゃあその前にですね、うん、ちょっと入っていただく前に、うん、V が今日ね、あ、はい、あのミュージックビデオがないもんですから、あ、はい、私のコーナーをちょっと、あ、はいはい、今どんどん募集してますので、これですね、1分半好きに歌いましょう、これを番組で募集してます。で当然賞金付きでですね、参加費が2,000円、これ僕も昨日からですね、こう情報を流して始めました。で1分半アカペラです、音源はいりません、はい、これをやってます。今日は明日どん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 発信、僕も発信していきますので、もともとカラオケ大会でリストがですね300名ぐらいいるので、その方たちに一斉に今流してます。はい、でジモティにも一回流してますので、どん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 締め切りは特別はありません。でこの番組で流していきます、はい。例えばということで、私が今日のやっぱりお風呂で、朝お風呂で歌った歌、どうぞ。おお、お風呂に入ったんですかね、これどこに、お手なんて、これ上の、あ、上のだよ、上のってお風呂、人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう、時を込めて君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた、君のために今何ができるか、忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。そこに来たんですよ、はい、私が今も歌っております。こういう感じでですね、送っていただければどんどん番組で紹介していきますね、はいはい。それではですね、今日のゲスト、あ、じゃあアイリーンさんが紹介していただく、はい、最初ダイエのレコーディング会社から今度コロンビアになって、久我よくですね、今日も、はい、栃木から来ましたよ、はい、朝早めに。ちょっとね、眠いんだけど、はい、本当に少し我慢してください。演歌歌手と言った方がいいですか、はい、どういう歌謡演歌歌手、ね、演歌歌手の、はい、久我亜由子さんです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、簡単な自己紹介まずしていただければ。私はですね、はい、どうぞ。ダイエーレコードから座頭市で売り出そうとしたんですけども、はい、社長がデビューから1週間目に休憩いたしましたので、仕方なくと言ったら申し訳ないんですけど、はい、コロンビアから走り書きを出しました、はい、で走り書きを出したんですけども、はい、座頭市があまりにも人気があって、はいはい、今でもあと女の人に追いかけられるほど人気があるものですから、はいはい、次の走り書きに熱が入らなくなっちゃったんですね、はい、それでデビューしてから、はい、今年で32年目になりますけども、2年目の時に島倉千代子さんから、はい、弟の正雄先生がお作り作詞作曲したんですけども、はい、それを千代子さんが持ってった歌、小さな愛の歌というのを
久我さんはあの情熱的だから命愛というタイトルにしまして、それで1番は千代子さんと同じ、それで2番3番は千代子さんの歌詞が半分私用に半分と混ぜて作り直しまして、その後あのその歌の後どん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 歌ができちゃうもんですから、あまりそっちの回数を歌わなくて今に至ってしまったんですね。であれから32年人生をいろいろ経験いたしまして、歌の味というものが今の私にそのデビュー2年目の歌を歌ったらどんな感じに歌えるんだろうなというそんな感じになりまして、もう一回初心に戻って自分の歌をもう一度歌い直してみたいな、千代子さんもお亡くなりになって、弟の正雄先生も昨年お亡くなりになって、あの記念曲ですのでもう一度この命愛という歌を、千代子さんからいただいた歌を今年は気合を入れてやりたいなと思っております。あの走り書きもこの命愛も第一交渉に入っておりますので、あのぜひ皆さんに歌っていただきたいなと思っております。いや今こう流れてますけども、はい、いい声ですね聞こえるねすごいいい歌ですよ。あの本当に歌って歌う人によってね、歌そのものが変わりますもんね。だから昔歌われてた、ね、歌を今歌うとやっぱり味が変わってくるでしょうね。変わりますよね、30年間の間にはだいぶもう絶対それに興味が急に出ちゃったんですね、はいはいはい、昔の歌を歌ってみようかなって、はい、いい歌はいい歌ですからね今も昔もね、ただやっぱりね今演歌を聴く方が少ないんで、そうですよね、でもう演歌ファンっていうのはもう高齢になってますのでね、非常にこう難しい部分がありますよね、人生の最後に記念曲をもう一曲なって思ったんですけども、はい、最後ってまだ早いじゃないですかいやそうでもないですよ、年が年ですからねもう一曲いい歌をちょっと、はい、心にかかった歌があったんですけども、はい、これから何千枚も作っちゃって、ね、あ膝が痛い腰が痛い、転んじゃったなんて歩けないなんて言ったらもうとてもとてもさばけませんのでね、まあ、あの考えたのがいいかなと思って、なかなか今 CD がね、はい、売れる時代じゃない。そうですよね、もう僕らある意味 CD ってもらうもんだと思ってます宣伝のために皆さんこう配ったりそうですよね、ほとんどあげちゃってます、元なんか取れないですね、だから大変だなと思ってますね、まあそうは言ってもね、演歌というのはやっぱり残りますから、問題は歌以上にあのファンの方がいなくなっちゃう可能性がね、そうですよね、そこが問題ですよね。高齢者が大体演歌を歌ってますから、はいはい、もうあの人も亡くなった、この人も亡くなったどんどん私のファンも亡くなってきて考えちゃいますよね、でどこでコンサート開いても、生きてらっしゃっても動けないとかね、会場まで行けない方とか出てきますからねそうなんです、それで考えちゃうわけですよ、人生の歌手活動最後にいい歌をと思ったんですけども、いや私の大ファンもだいぶね動けない方、亡くなった方、大勢いるなと思って、自分自身も明日の命は分かりませんのでね、まあそれ今あの久我さんだけじゃなくですね、やっぱ演歌を歌ってらっしゃる方、みんな問題ですよね、問題してるんでしょうね、若くて演歌目指してる人もいるんですけど、やっぱりファンがつかないですよね、で地方とか回ってて、やっぱりコアなね、やっぱ年配のファンなんかはついたりするんですけども、それがいつまで続くかっていう問題も出てくるじゃないですか、本当にね、もう大変ですよね、これね。お若い方はあの声のでは素晴らしくいいんですけど、人生経験をこう積んでいないから、本当の演歌の味を出すというのはちょっと難しいんじゃないかなと思う時もありますね。アイリーンさんも日本の演歌が好きなわけでしょああ演歌はねあんまり好きだよ、私の曲はやっぱり、はい、あの歌謡って歌謡曲ですね、はい、でも演歌に似てるんだけど、ちょっと少し違うかもって
僕らもカラオケとかね歌いに行くと演歌歌は歌いますよね。そうですね、はい、まだお若いからでしょ。いやいやいや、僕も70近いんですよ。あら、若いです ね、 ね、それはね、若いね。前もちょっと話したんですけど、都会で育った人と田舎で育った人って僕らの世代すごく差があるんですよ。僕らは、はい、都会で育っているので、演歌自体聞く機会があんまりないんですよ。聞くのはパチンコ屋、始終流れてたじゃないですか、パチンコ屋と紅白歌合戦で、あの頃はまあテレビ番組が多かったんですけども、まあそこで聞くぐらいで、やはり僕らの時はですね、やっぱアメリカあたりから音楽どんどん入ってきて、でビートルズがバッと出てですね、僕らやっぱ中学ぐらいの時かな、ビートルズが来たのは。でビートルズが来て、それに影響されてグループサウンドができて、そうですよ ね、 それからフォークになって、フォークソングになって、ニューミュージックになったっていう、なってこう来たので、演歌を聴いてないんです、はっきり言って。だから僕らの世代で演歌聴いてる人は田舎で育ってるんです。うん、それだけ演歌は田舎はまだ定着してた。年取ってるの人はね、みんな演歌好きだろうしね、はい。今の若い人というのはやっぱり演歌は苦手。で70超えてくるとやっぱ演歌なんです。だから、ね、その辺のね、非常に音楽領域のこう差っていうのかな、聴いてきたあれが出てきてますので。今皆さんが演歌で活動されるっていうのは本当に難しい。しかしね、演歌というのは一口で演歌と言いますけど、本当に難しいんですよね。もう役者心がないと本当に歌の心をこう演じることもできないし、自分で苦労するなり悲しみ、そういうのを経験してないと本当に歌の味は出せないですね。でそれとですね、歌詞が共感しないんですよ。そう、はっきり言って、今の人と違いますからね、考え方が。やっぱりね、いい曲を聴いて、そこで歌詞も聴いてくるじゃないですか、で皆さん若い人は歌詞に共感して今の曲を聴いてるんです。で演歌の歌詞を聴くとですね、全然共感しないですよね。暗いし、わからないし。そう、好きです。で例えば漁師の歌とかいろいろあるじゃないですか、ね、ありますよね。漁師も知らない、わからんからないとでもみんなに言えると、やっぱり外国人とのような演歌というのは、演歌の曲というのはやっぱり日本の心って言うんですよね。でもね、厳密に言うと演歌って韓国から来てるんです。あ、そうですか、はい、演歌は韓国から来てる。韓国から来てる。韓国の人はやっぱり演歌うまいから。でもやっぱりね、歌の味があるんだね、今よりの歌ですけど。だから歌詞も変えないと、そう、ね、演歌のメロディーは、まあ、いい面白いのもあるんですよね。で歌詞がね、わからない。今の若い子はちょっと理解できないかもしれない。なんか私も息子に、なんか日記帳読んでるみたいな今の歌ね、何がどうしてだんだん、なんか日記帳読んでるみたいな歌のどこがいいのなんて言うと、それがいいんだろうなとか言われるんですね。僕も今の歌わかんないですよ、歌詞軽すぎて。だからまあね、本当に音楽業界って難しいんだね。うん、でよく皆さんやってますね。やってますね。そう、無理でも、もう社用産業どころじゃないですよ。バンドの人も演歌をうまく弾ければ一人前だって昔は言われてまして、はい、どんだけ音楽がうまくても、何やジャズがうまくても、はい、演歌弾かせると昔のズンダバンドっていうか、キャバレーのバンドみたい、あんな音しか出せないんですね。他の曲弾くと素晴らしくうっとりするような人たちでも、はい、それだけ演歌というのは楽器で弾くのも難しいのかなと思いますね。まあ今言われてキャバレーもね、今もうないですからね。ないですよね、うん、キャバクラキャバクラとは違いますもん ね、 ね、昔のキャバレーは ね、 皆さん若い人聞いてたらあれですけど、やっぱりフルバンドが入ってましたから、それでホステスの方が100名以上いますもんね。でフルバンドがあってダンス踊るフロアがブワーンとあるんですよ。でその周りにね、こう客席があってですね、そういうキャバレーがもう基本的にないでしょ。ないですね。ね、赤羽のハリウッドが一番最後だったのかもしれないですね。やってないね。もうないですか。だから演歌歌う人も歌う場所がないんですよ。そうです。今はまあNHK のね、毎週の土曜日をNHK の歌、日本の歌って番組があるんじゃないですか、はいはい、みんなはそこ演歌の歌ってる人、昔のね、はい、みんな集まって演歌を6回
あの元気になるためにでやってるんですけれども、あの BS とかローカル局のね、はい、朝早い時間とかねそれは何とかしていかないとこのままね、うん、どうにもならない。朝早いとそれみんな起きて果たして聞いてるの、誰も見てないなんであんなに早い時間にやるんでしょうかね。年寄り 早起きだから見て見てって言われて自然に目が覚めちゃう早起き、うん、ですね。本当にビデオ撮っといてもらわないと見たくても見られないですよ、眠くてね。やっぱほらテレビって視聴率じゃないですか、視聴率がないとスポンサーもつかないんで、どうしても朝に追いやられちゃうんですよ、うんうん、ですか。お年寄りは早起きなんだ、まあ、日本の時代もね変わったね本当にねもうあの皆さんあの今宇都宮ですよね。そうです、はい、今日朝早めにね、はいはい、もう眠いですね眠いですねもうなんかね、あのもう、ね、あの 3,4 時間しか寝てないですね。そうですね、だから、うん、もうあの高速道路で行ったんですけれども、はいはいはい、でもなんか疲れちゃって、まあ、少し休むか、はい、朝ごはん食べてあそこの蓮田なんとかだっけあのパーキングエリアで、はい、それで気がしたらもう10時過ぎになっちゃった、はい、あれと思って10時、はい、11時ごろ食後なんでしょうって、はい、もう早くてこれをバーッていや恐ろしい恐ろしいだってママ怖い子になっちゃって、てまして私飛ばすから、ね、ごめんねごめんねって飛ばすからねちょっとあの間に合わないからってハリーさんストップさせましょうね一人で喋りながらね。ふくわさんはあの今後あのほら今コロナがだいぶ収束してきて、はい、いろんなイベントがこうで、ね、開催されて出したんですけども、はい、直近で何かどっかありますか。10月2日は、はい、栃木県高根沢町民ホール、はい、この時はざっと一を歌わせていただきました、はいはい、それから10月の9日、はい、道の駅宇都宮ロマンチック村、はいはい、そこではやっぱりお友達が主催したんですけども、はい、そこではあの命合いと、はい、この急にあのザトイチスタイルばっかり見せてると、はいはい、あのたまには女らしいスタイルをお見せしようかなと思って、はい、ドレス姿で歌いました、はい、うん、若かったね、うん、本当に見たんですけれども、あれ本当にクマさんかいなってみんなにびっくりされちゃっていや年末とかあの来週に向けては何かまだ決まってるやつではないんですか。これからもう来春になっちゃいますね、はい、私主催でいつも新春ワクワクカラオケ発表会っていうのを2月あたりにやるんですけども、それはもう本当の皆さんのお楽しみ会のようなもんで、好きな方格好させるっていうか芸者さんの格好したりいろんな格好、何名ぐらいでいつも100名先でやりますけども、でも支部長やってますでしょ、はい、あの、はい、あその辺のこともちょっとそう、あの船村、はい、そうですね、あの初代会長が船村先生ですね、船村徹、はい、船村徹先生で、はい、まあ、栃木からあの有能なる作詞作曲家歌手を発掘しようということで、はいはい、全国大衆音楽家協会っていうのがありまして、はいはい、もう39年目になっちゃうのかな、はいはい、お休みがありますけども、はい、でそこの栃木県本部長と総本部、はい、総本部が埼玉にあるんですけども、はい、あの一応東京総本部って言いまして、はい、そこの副理事長も兼ねております、はい、じゃあ今募集はされてるんですか。そうです、はい、常時、張り切ってやる方がいたら、はい、その何県何県って昔は全国にあったんですよ、はい、青森の方からも来たし、はい、岐阜は今別に独立してやっておりますけども、はいはい、じゃあそれはこうネットで応募するんですか。ネットっていうか、はい、各県に前は本部長がいまして、はい、その人たちが募集して、何々県何々支部って5つ6つ支部がありまして、はい、栃木県だったら6つとかそこで予選をやって、はい、それで予選を通った方が今度豊島公会堂に来たり、本当は来年6月28日に浦和会館でやるわけだったんですけども、はい、なんか埼玉群馬とかが集まりが悪いそうです。コロナがついこの間まで大騒ぎしてたもんですから、この番組で募集してください。え、はい、番組でそうやって検索したら応募できるのか
そうですね、はい、中に入れとかなくちゃダメでしょ、はい、だって大衆全国大衆音楽家協会って言いまして、はい、あの名村先生が、はい、あのじゃあ僕が例えば応募しようと思ったら全国大衆音楽家協会って言って検索をすれば、はい、パンと出てくる、ね、出てきますね、はい、皆さんぜひ応募してください。よろしくお願いいたしま す、ね、今現在は応募すればすぐ予選に出られます。でも予選のお金っていうのはあるんですか。予選はその、 あの県によって違いますけど、はい、栃木県は4000円ですから、はい、お弁当お茶付き4000円ですから安いと思います。やってください、はい、もう社長も出てて、はい、全国大会になると東京に来ますから、はい、大きなトロフィー賞状もいただけるもんですから、はい、2万3000円になります。誰だけ審査員も審査員やってる人が、しばらく前までは船村先生もやってましたし、はい、関口義明先生、荒川敏夫先生も会長になったことある、はい、本当にそこからいろんな会が2つ3つ分かれましたけども、はい、栃木県では一番歴史のある、素晴らしい会ですので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。全国大衆音楽家協会でございます。よろしくお願いいたします。協会です。よろしく。ちょっと覚えないんだけど、優勝すると賞金はいくらぐらいもお金はもらえないんですね。トロフィーがあるんです。トロフィー、うん、そう、あと僕ね結構出てるんですけど、じゃあぜひともトロフィーいらないんです。お金の方がいいですよ。もちろんでございます。あ、そうですか。みんなそうでしょ。トロフィー私もはい邪魔になってしょうがない。あんなもんはそうですよね、はい、お金が一番いいです。もちろんじゃないですか。持ってすぐ災害の時も軽くて一番いいですね、はい、お金の方がね集まりがいいです。そうですよね。買えないで、はい、ロビー買えないで、そのから現金で。そういうとこも増えてますよ、お金。はい、うん、ぜひそれを考えていただいて、はい、皆さんも応募いたしましょう。ということでですね、はい、ちょっともう短いんですけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆様よろしくお願いいたします。協会です。よろしくお願いします。じゃあ僕 の、 あの結果だけをさっき流してください。はい、ですか。じゃあ、はい、どうぞ。先週のアルゼンチン共和国、これどこで切るんだ、はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、最近すごく的中してるんですよ。すごいですねこれ、はい、なんかただ配当がね10万ぐらい欲しいんですけどね。うわ、はい、生まれ3連単も1着2着3着と、はい、当たっております。はい、で明日の日曜日のやつをちょっと出してください。エリザベス女王杯、これね生まれんの方がつかないと思うんだけど、生まれんの方がいいのかな。だいたい1番3番9番が人気になると思いますよ。1番と9番、1番3番9番、はい、ね、この3頭はもう間違いなく人気でしょうね、うん、でまあその次に穴になってくるのが15番、うん、はい、で阪神のね 2200m っていう距離がですね、うん、あのちょっと特殊な距離で、あの同じ距離でも阪神はあの直線坂がありますので、あのスピードだけじゃダメなんでね、うんうん、でまあまあ面白いレースになると思いますの で、 いいですね、このボックスでマレーを遊んでいただいて、うん、3連単はですね、あの赤い鳥の娘というあの戸崎から軸にしている、1,2,9,15 の連、うん、3連単のマルチで最近当たっていますので、あのさぜひ参考にしてですね買う買わないはあなた次第でまあ博打ですからね、はい、はい、もう博打と思ってくださいよ。競馬、ね、やってるんですね、社長ね、はい、すごいですね、はい、うん、まあそういうことで、はい、ありがとうございます。非常にあのゲストは歌がうまい方ですよね。そうですね、歌うまいですよ、うん、僕こうバックで聴いてたんですけど、うん、うまいなと思って。うまいよ、ほんと、はい、プロだもん。まあまあそりゃそうですけど、そうですけど、プロでもね、で昔のプロですから もどきがあるから、はい、自分でプロと言ってながら、言ってない、俺の方がうまいんじゃないかとかね。あ、一緒ですよ、います、いっぱいですよ、そんなの。え、一度私の先生なんて言いましたよ。先生でも。あ、そうなんですか。ますで、はい、じゃあちょっとアイリーさんの曲をかけながら進めていきましょう。はい、ここでお母さん、はい、お母さん、はい、はい、後ろにありますよね。後ろにありますね、はい、はい、これがお母さん、お母さん今ね頑張ってる曲ですよね、はい、これね、アイリーさんの面白いところはですね、
歌手なんですけども、はい、日本の曲をですね英語で歌ってるという。はい、そうですね。あ、入ってますけど今日は流さないんですよ、ね。今日はね、来週それを来週で、はい、来月。来月です。来月流しましょう。なかなかそれで言ってて面白いかなと思うんですよ。はい。はい、それではですね、僕がフィリピンに行った時の写真がありますので、はい、それもちょっと流していってください。ね、でそれを説明していってください。はい、これ僕が、これは、はい、マラカっていうところに泊まっ、マラカホテル、うん、マラカホテルに泊まったんですか？マラカホテルじゃなくてマラカという地域。それどこにマニアのセンターです。あ、センターですか。はい、でそこに泊まって、その近くの、電車、ああそうですね、はい、どんどんちょっと帰る、うん、これはね、やっぱりこれ日本の、日本も作った電車なんですけど、あ、そうなんだ、やっぱり、はい、もうフィリピンはにもそんなにあれがないんで力がないんで、はい、やっぱ日本が行ってそれでみんな作った電車なんで、はい、どうぞ、ね、これね、そう、これで登っていて、オーバーパスっていうのは、はい、みんなね、こっちで渡らないで、はい、渡らないようにこっちで入って、はい、そこで、はい、チケット、ね、はい、買って、バスね、はい、バスもいろいろあるんですけれども、こんなバス珍しいですよ、そう、フィリピンで、うん、まあ、バスもね、日本 の、はい、古いバスぐらいで、そこにフィリピン送っていてね、はい、また直して、また使えるんですよ、はい、いっぱい。どうぞ。これね、マニラ湾。それマニラのね、まあ、マニラベイって、マニラベイ、はい、そうですね、マニラのところにあるんですよ。私のうちが違い、あ、そうなの、うちが違いんですよ、ここに。だから一応ここで、ね、ほら、あら、まあ、すごいですよ、誰これ。座って、そこいや、いいんじゃないの、すごいね。はい、どうぞ。はい、これはね、あそこのマニラベイのそばのね、そうそうそう、はい、海の近く、そうです、そうです、もう、はい、これはね、もうすごい、ココナッツがいっぱい並んでて、はいはい、で、まあ、サンセットで、はい、なんか太陽が、はい、あ、これね、あ、こんなに、これ、これご飯、コンビニで買ったご飯、ああ、もう今ね、どんどんどんね、ファミリーマートとか、そうそう、今ね、日本でもね、例えばご飯とおかず一品っていうのが、はい、日本語でもあるでしょ、ある、ある、だから僕2年前はフィリピン行って、なんじゃこれと思ったんですよフランクフルト1個しか入ってないと。だっては日本にあるセブンイレブンとか、はい、ファミリーマートとか、はい、ミニストップとかもうできてるんでしょ、はい、フィリピンだから、まあ、だ同じものを売ってるかも。おにぎりですね。日本と米が違うからあんまり美味しくなかった。やっぱり日本美味しくないおにぎりとこの日本の米、フランクフルト一本でこれで弁当かと思いながら食った。これ良かったわね。なんかね、本当にね、これはできないんでしょ。ついてないんでしょ。はい、長いあれで。はい、次行きましょう。あ、これディプニーですね、ホンマニラのあれ、ね、これが多いですね、そうそうそう、おい、みんなね、乗るところで、はい、ディプニーが多いですよ。これどうやってお金払うか僕よく分かんないです。みんなお金払うね、もうね、運転さんが遠いんで、だからこっちから後ろからのお金払うかにはちょっとお願いしますって、みんななんかどんどんね、すごい運転さんにやる、バヤニハンってことで。あ、これはさ、なんかこれ歴史があるカテドラルですね、教会です。サンアグシン教会、そう、ね、カテドラルというのは、ね、世界遺産、そう、世界遺産ですね、はい、本当に。あ、それカレーサ、カレーサですね、はい、馬が、馬が、そうそうそう、引っ張ってるロバというか、そうです、ロバダウンのね、はい、後ろで、これ、まあ、これは中教会の中ですか、はいはい、そうね。で、それはみんなそこのセインとかなんかあれがあるんじゃないですか。中で天井です。天井ですね。はい。はい、どうぞ。高いですね。じゃあこれですね。はい、そう、これが仏壇にあって祭壇、教会の祭壇ですね。中にある。そう、はい。これイエス様じゃなくて。じゃあ、これね、そばにある、あ、はい、修道院。はい。修道院ってこれの庭なんですよ。ポートサンチャゴじゃないかな。僕初めて行ったんだよね。はい、もうどこに連れて行かれるでもいいとこは連れて、ね、いいとこでしょ、はい、本当に。どうぞ。ここもその通りなんです。これはここレストランとか、レストランとかね、はい、いっぱい入ってる、そこのところの中で、はい、フォーチュンチャゴですよ。フォーチュンチャゴって場所があって、うん、こうあって、切り替えて、
はい、ね、まあこれはね、みんなはそこで修道院の前の駐車場にこうやって屋台が出てる、うん、屋台ね、はい、うん、みんな美味しいでもないけど、はい、まあ美味しいものかもしれない、フィリピン人にとって美味しいかもしれないけど、あのやっぱりそこで取ってるものは、はい、なんかちょっと汚い、はい、どうぞこれね、はい、中がこうなんて博物館、あ、これ教会の、あ、修道院だった、うん、そう、教会の裏とかの感じで、これはね、マリア様ですね、はい、これマリア様って、で、まあ、マリア様ですか、はい、マリア様、そう、どうぞ、そういうね、あのキリストの、あのお母さんってことですね、はい、まあ、これがキリストで、はい、あの十字架に捨てられて、はい、みんなの、あの悪いとこありするようにって、あ、これは窓ですね、教会の窓ですね、本当にすごく綺麗ですよ、はい、本当になんかもう太陽からも光っていて、はい、すごいいいですよ、あのね、フィリピンで、あ、これでしょ、あ、これはみんながね、信者の人がみんなね、ミサを待ってて、ね、世界遺産になってるから、はい、お金持ちの人がこう見に来てる、はい、お金持ちだけじゃないでしょ、こっちは、いや、あのもっとね、やっぱ、はい、貧富の差があるので、うん、貧しい人は違う教会なんですよ、あ、そんなことない、そんなことない、そう、うん、ないない、それはない、もう教会はブラックなんとかノー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 、もう教会はお金持ちでも、ね、貧乏でも入れる、誰でも、もちろん入れるんだ、みんなはね、あのカトリックで、次行きましょうこれは教会の窓、うん、そうそう、なんかあれじゃないか、あ、それも先のね、あの信者のところが座るとこで、でミサがあるときはあそこの祭壇で、はいはいはい、あのやってますので、神父様、神父様ということで、はい、はい、どうぞ、これね、表から、ね、これはもうカテドラルの表ですね、はい、はい、なんかバロック様式だ、はい、これね、僕の泊まったホテルから見た、あ、泊まったホテルだから、私の家が近いんで、こっち、はい、ロビンソンなんですよ、これマラテマニラなんで、ロビンソンといってですね、ショッピングモール、ショッピングモールですね、ものすごくでかくて、もう日本と変わらないですよね、そうですね、で、すごい何回もあるんですね、はい、こんなホテルね、このホテルの、 あのレストランから撮って、すごい、これね、で、僕ら泊まったホテルって言えば5000円なんですよ、5000円安いんですよ、安いんですか、はい、いや、本当ですか、で、安いんです、そういうとこしか、こういうホテルだと高いんですよ、はい、ああ、僕らは安かった、あ、じゃあ、安いホテル、はい、ここはあの、日本人はほとんど泊まってない、あ、はい、日本人で、僕らをこう紹介してくれたのが、もともと横浜で働いてたご夫婦なんですよ、あ、で、僕の友人が横浜ですごく親しかったの で、はい、で、僕の友人はもう30回以上行ってるんですよ、で、僕はずっと誘われてたんだけど、これは空港から来たとかですね、あ、そうですね、ここからね、はい、それで、どうぞ、もうこちらに切り替えていただいて、まあ、それは何でしょう、はい、なんかあるみたいなのか、で、やっとですね、じゃあ行ってみるかということで、はいはい、コロナの前に行って、はい、想像した以上に良かったです、はい、で、食事も美味しい、はい、いいですね、はい、食べられるんですか、はい、すごいですね、はい、他の日本人はあまり、いや、あまり食べないんですけどね、みんなも美味しいよ、ね、それとね、来月ちょっと話したいんですけども、はい、英語での歌と、はいはいはい、で、フィリピンにですね、やっぱりね、日本人が結構いるの、はい、で、ちゃんとした日本人もいるんですけど、あ、はい、フィリピンに逃げた人も結構いるんです、はい、もうヤクザから何からね、で、そういう人たちがもう本当にこう困窮して、日本の家庭も全て捨てて、はい、日本へ行ってます、はい、そうですね、で、その中の一人が僕ちょっと知ってるので、はい、そのこともいろいろ喋りたいなと思います、はい、じゃあちょっと私、はい、忘れないように、はい、パンプレットを忘れたんですけれども、はい、社長に言ったんですよね、はい、12月の、はい、8日、はい、私は30分ステージがありますので、はい、高田のババですね、はい、もう今日忘れたんですいませんでした、はいはい、まあ今度ね、出るというタイトルですか、ゆゆミニライブ、はい、コンサートですね、はい、で、私そこ30分の出演ですので、はいはい、6曲ぐらい歌いますのでよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます、はい、まあまあまあね、はい、まあ、今日は50分で結構あっという間でしょ、いやね、あっという間もう終わりなの、はい、いやー、はい、終わっちゃって、で、まだいっぱい話すことがいっぱいある、この部屋はですね、あトレールフレッシュという、はい、オゾン発生器を中に入れてますので、我々はちょっとマスクはせずに、ね、マスクなくてもね、はい、
で今日ちょっと忘れたんですけども、あのうちのスポーさんだっていただいてる、ね、修繕屋小西さんエアコンのクリーニングもやってます、ね、はい、ここやってますね。で今のコロナの時代でね、はい、これは必要と思うね、必要です、はい、でもあんま時間がないんですけど、そうですね、また来週はですね、はい、来月です、あ来週はあれですね、来週のゲストをちょっと、はい、ゲスト立花さんが MC をやって、はい、ゲストがですね、あの私 の、ね、はい、あのプロデューサーで、はい、いろいろお世話になりました、ありがとうございます。来ましてですね、はい、あのハッピー&ブルーにいた方が一人、うん、はい、それと B&B の、はい、あの売れないあの洋室さん、はい、それとこうパッチンをやってたユートピアの若い方3人で組んでてですね、ハッピー&ブルーの歌を歌います。あーすごいすごい、はい、これが発売されますので行きたいね、はい、じゃあよろしくお願いします。あの橘社長は今度ね、はい、見ますからよろしくお願いします、はい、頑張ってください。じゃあ今日はちょっとねはしょってきましたけども、はい、いかがでしたか感想は。うわー、すごいドキドキしていながらやってたんですけれども、はい、でももう慣れそうみたいな感じ、はい、頑張りましょう。楽しいですね、はい、じゃあまた来月、はい、アイリンさんでお送りしますので、はい、お疲れ様でした。よろしくお願いします。じゃあ皆さんさようなら。さようなら。